リチャード・グリーンはイングランド出身の俳優。イギリスでは1950年代に放送された人気テラビシリーズロビン・フッドの冒険の主演俳優として知られる。1918年代々続く俳優一家に生まれる。両親共に俳優。アイルランド系とスコットランド系の流れを引く。1933年シェイクスピアの舞台ジュリアス・シーザーで。 俳優としてのキャリアをスタートさせる。また、恵まれた容姿を生かし、シャツや帽子のモデルとして、生活の糧を得る。1936年、劇作家、テレンス・ラティガンの戯曲、涙なしのフランス語の初演に出演。この作品で、アレクサンダー・コルダとダリル・エフザナックに見出され、20世紀フォックスが、当時の MGM のスター、ロバート・テイラーに対抗する。 スター候補として契約。1938年、ジョン・フォード監督の4人の復讐の主演に大抜擢され、ハリウッドデビュー。この映画の成功により多くの女性ファンを獲得し、アイドルスターとして絶大な人気を博す。第二次世界大戦に従軍した後に復帰するが、低迷する。しかし1955年から放送された、イギリスのテレビシリーズ。 ロビンフッドの冒険に主演し、人気を取り戻す。その後は、テレビドラマを中心に活躍する。1982年、脳使用のために起きた、転倒事故で、大怪我をし、脳の手術を受けるが完治しなかった。1985年、心筋梗塞で死去。ありがとうございます。